皆さん、こんにちは。ハモンドオルガン奏者の土田晴信です。今回はジャズを教える難しさについて解説します。この動画を見ると、なぜジャズを教えるのが難しいのか多面的にわかります。そして、一つ一つ説明するので、ぜひ最後まで見ていってください。ちなみに、これからもジャズや音楽について役立つ情報をシェアしたり、ライブ配信などしていきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以前の動画で、ジャズ、 習ってはいけない先生というのがありまして反響がありました私のミュージシャンの友人も見ていろいろコメントもらいましたやはりですね現場でやっている経験があるのですごく共感があるということでした今回はその動画の続編でなぜジャズを教えるのが難しいかというのを具体的に説明したいと思いますジャズを教えるのは 簡単でではないんですねちょっとジャズをかじってなんちゃってジャズジャズっぽいものなど弾けるようになったとしてもジャズの演奏でではないんですね今回は教える側から見てどうして難しいかいろいろ説明したいと思いますなぜジャズは口伝えの音楽交渉っていうんですけれども 英語で言うと「オーラル・トゥ・ディション」という言葉なんですけれどもこのような交渉の音楽口伝いの音楽なので教えるのが難しいんですね。なぜかというとその先生はジャズの演奏ができないとそれが伝えることができないんですね。そして演奏ができるようになるためにはどうしても先人の演奏を研究する必要があると思います。 自分の好きな先人のプレイヤーを財布したりコピーしたり、まあ、このコピーというのはですね丸コピーするとかそういうわけでもなく例えば自分が気に入ったその先人のフレーズだったりアイデアだったりハーモニーだったりいろいろ弾き方とかあるんですけれどもそこを吸収していく。 そんな感じで自分の演奏の中に取り入れていくそういう作業が大事だと思います実はこれをしないと演奏者としてもしっかりならないんですねやはり現場で演奏しているミュージシャンは多かれ少なかれ必ず先人の演奏を研究しているのでその研究というのは財布や好きなものをコピーしたりそして自分の演奏に組み込んで実際に 自分が演奏するときに自分というフィルターを通して先人の影響が出てくるでもそれをたくさんすることによって例えば多くの先人からたくさん学んでいれば自分というフィルターを通してすでに自分のスタイルになっていると思いますなのでよくコピーするなとかコピーするとオリジナリティがなくなるとかそういうことを言う人がいますけれども実際にですね無から何も生まれないんですね 必ず先人の素晴らしいミュージシャンもその前の世代のミュージシャンから影響を受けてるわけですね。そして自分のスタイルを確立していった。そんな感じだと思います。ということでなぜ前回現役のミュージシャンでなければいけないそういうような話になったかというとやはりですね現場の経験そして演奏をしている経験というのはとても大事なんですね。やはりそこまで持っていくにはですね 例えばジャズクラブでライブをするお客さんの前で自分の音楽を表現する、まあ、いわゆる音楽家ですよね。このように演奏するようになるにはやはりですねそれ相当の先人のコピーがあるわけですね。ということでそのコピーしたものをいかに伝えるかっていうのが大事なことなんです。ということでやはりどれだけその先生がですね 先人の演奏をきちんと吸収しているかそこが、まあ、ジャズの教えるとこで難しいと思いますなぜ難しいかというと先人の演奏をちゃんと研究して自分の中に組み入れていてそれを教える時に伝える、まあ、いわゆる伝統文化みたいなそういう感じですよね伝統文化が伝わるにも まあ口伝えでね、伝わる時もあるしいろいろ伝え方ありますけれどもそういう風にして先代とか先人の人たちがやっていったものを吸収していくそういったものを伝えていくだから演奏家としてまず先人の演奏から吸収してそれを生徒さんに伝えるこの作業がとてもジャズではですね教える時に大事なことになってくると思います。 ということで、まずそこまでやらなければいけないということは、その先生自体が財布をしていて、研究していて、どのようになっているかっていうのはわからないとですね、伝えることができないんですね。そして自分で演奏してないと完全に伝えることはできないと思います。つまり、教則本やその他、いろんなジャズの YouTube 動画だったり、そういうのを見て、なんとなくジャズっぽいとか、なんちゃってジャズ。 そんな感じの演奏はですね本来の先人からの影響っていうのはないんですね一部の人を除けば教則本のほとんどの著者が実際のミュージシャンでないことが多いですアメリカでは実際のミュージシャンが書いてる本はたくさんありますそしていい本もたくさんありますうちに実は教則本そういう系統の本はめちゃくちゃあります200冊以上ありますアメリカのやつもあるし日本語のやつもあるでも いいのだけ厳選して今ずっと取ってあるんですけれども、その中には財布集ももちろんあります。いっぱいあります。そういうのを見てきてですね、やはり役立つものと役に立たないものがあって、大半のですね、日本のジャズの教則本っていうのは、現役のミュージシャンに書かれてないものが多いんですよ。後ろの方にプロフィールとかありますけど、前回その話で、 お伝えしたのはプロフィールは当てにならないのでやはりその人が実際に演奏ししててていいるかしてないかなってそこが大事なんですね。そうでないと先人の演奏をちゃんと吸収してるか吸収してないかっていうそういう判断がなかなかできないんですね。ということで教則本の情報でジャズっぽい演奏ができたなんとかジャズなんちゃってジャズができたそれでうまあ、上手くなった。 それを生徒さんに教えるっていうのはこれはいわゆるちゃんとしたジャズの伝わり方じゃないんですね。ということでまずジャズを教えるのは難しいというのは先人の演奏をちゃんと研究してないとうまくいかないんですね。ある時にメールで質問があったんですけども私の生徒さんに財布を貸すのかというふうな質問がありました。どの程度貸すのか。でその人は教室の先生で ジャズは教則本とか YouTube 動画を見てある程度ジャズが弾けるようになったからこれからジャズを教えたいと思うとでもここに大きなおかしな点があるんですねその先生は私にどの程度の生徒さんが財布をするのかといろいろ教えてほしいっていう感じなんですけれどもそんなのはですね自分が財布して研究してればわかるんですよこの生徒さんには、 財布させるのはちょっとまず難しいレベルだから自分の先人から教わったものを伝えてそれである程度できるようになってステップアップしたら少しずつ財布させるとかねでその財布させるときにですね先生も手伝えるんですよこのレコーディングをちょっと財布してみようとそういうときに例えば生徒さんがわからないところがあったら代わりにですね財布したりとか もしくは生徒さんが財布してきたものをちゃんと確認してそれで合ってるかどうか確認してそんで理論的に説明したりっていう、そういう解説ができるんですねこのことをできるというのは自分が財布して先人の演奏を研究して吸収してないとできないんですねなのでいわゆる教則本や YouTube 動画から勉強して得た知識で なんとなくジャズが弾けるようになったと思ってそれで教えてるとそういうことって絶対できないんです。どのようなレベルの生徒さんに対してどういうことができるかって自分がやってないとできないんですね。こういうことでジャズを教えるにはそれなりの自分の経験が必要なんですね。そして現場の経験もものすごく必要です。 ライブとかやっていると、例えば先輩ミュージシャンだったりとか、共演者だったりとかっていう、そこからですね、いろんな情報を得ることができるんですね。今日たまたまですね、私は実はセッションのホストから帰ってきたんですけれども、そのセッションでもですね、やはり友人の素晴らしい活動しているミュージシャン、そしてホストのミュージシャンがいてですね、一緒に演奏するわけですよ。 でその時に、例えば、ソロごとにキー変えたりとか、そういう風にチャレンジしたりとか、エンディングとかですね。今日ちょっとやったエンディングで思い出すと、どんなことやったかっていうと、例えば、Just Friends ね。F でやった時に、まあ、タグがあって、その後こう、最後エンディングコードがあるじゃないですか。でこれで終わるんじゃなくて、この後に、例えば、こういう風に弾いて、最後 A に終わるんですよ。こういうエンディングがあります。 私がオルガンンン弾いたたのでそういうエンディングをやりましたでこのアイディアっていうのは私実はハンクマーっていうオルガニストがいてそれでミシティやってた時に最後のエンディングの時にこれは E フラットですけどでこうやって終わってるわけですよあこれかっこいいなこういうエンディングもあるんだなってそれで自分のものに取り入れてでもちろんねこれを分析するわけですよ E フラットだったらワンでしょ でこれ A フラット7のシャープイレブンスだからこの D の音が残るからこういうふうになってそして G に行く半音下のメイジャーセブンに終わる。こういうように先人の演奏からいろんなアイデアを取り入れていくわけですよでそれを実際に演奏の場でライブだったりとかまあセッションもあったりとかねいろんなそういう状況でですね実際に出すんですよ。 でこれは現場の経験がないと絶対できないんですよ。いくら情報をインプットしても、やはりアドリブというのは現場の経験、そしてまあキー変えたりとかね。例えばジャストフレンズでもね、詳しい話はちょっとしませんけど、ある一箇所がですね、F でやってたら、チャリパーカあだったら、こういう2-5があるんだけども、オリジナルは a フラットディミニッシュとかね。こういう感じでね、いろいろ知ってるわけですよ。 まあ私はそういうの調べたからね。だからソロのアドリブに応じてコードチェンジ変えたいとか、自分はどっちをチョイスするとかね。そういうことがあるわけですよ。こういうね、経験っていうのは絶対現場でしかできないんですよ。つまり、まあコピーをある程度していて、勉強していて、実際に演奏の中に取り入れていて、先人の影響を受けた演奏であって、そして現場の経験があって、その現場では他にもいろいろ得ることがあります。これらがないとジャズの演奏がちゃんとできないんですね。 だから、ジャズっていうのは簡単に教えることができないんです。ちょっとジャズをかじって少し上手くなったから、じゃあ生徒さんにジャズを教えようっていう、そんなね、簡単なもんじゃないんですよ。だけど、現実、ジャズが譜面だったりとかね、書き譜とかね、これもね、全然伝え方が違うんですよ。音のニュアンスがわかんないんですよ。アーティキュレーションだったりとか、弾き方だったりとか、ダイナミクスとか、全然わからないですよね。 だからコピーフってたくさんありますけどあれそのまま弾いても全然ジャズにならないですよねそれはなぜかっていうとレコーディングちゃんと聞いてどういう風にアーティキュレーションがなっているかどういう風な音感になっているのかとか全部聞かないとわからないんですよねよーく細かく聞いてシュ臭とか使うのはすごくいいと思いますシュ臭はたくさんありますけれどもそれもですねやはりただ弾いただけでは全然ジャズの演奏にならないわけですよ アーティキュレーションだったり細かい情報っていうのは音源を聞かないと一切わからないんですね。だから財布集があってそのまま普通に弾いたとしてもジャズにはならないんですよね。それはなぜかっていうとジャズのニュアンスでアーティキュレーションだったりリズム感だったりとか例えば細かい話で言うと8分音符の弾き方とか、まあ、動画にありますけどそういうものとかいろいろあるわけですよね。 ということで、書き譜とかでは絶対伝わらないんですね。でも、書き譜で教えてるジャズ教室もいっぱいあると思います。だからこれっていうのは絶対うまくいかないんですよ。なぜかっていうと、やはり口伝えの音楽だから、音源で伝わっていく音楽はジャズなわけなんです。次に、アドリブをまず勉強するときに、これも教えるのは難しいんです。なぜかっていうと、 以前の動画でも少し話しましたけども例えば視聴者さんと私がですね同じ音源聞いたとしますそして同じミュージシャンのね演奏を聞いてで好きなところはって言ったら違うことが多いんですねそれはなぜかっていうと感性の違いとか気に入ったポイントっていうのは違うからなんですね人によってでここが実はアドリブを教えるのが難しくなってるんですなぜかっていうと例えば教えるときに自分のフレーズ詞を実は生徒さんには使わないんですね たままに参考材料として使いますけれれども、そそ以外はそんなに使わないんですね。なんでかっていうと自分が好きなフレーズはその生徒さんにとって好きなフレーズかどうかっていうのはそれは違う可能性もよくあるんですねいわゆる個人的な感性っていうのはすごく大きく左右されるんですねアドリブの場合は。 ということで、このフレーズがあるからこれを覚えなさいと言っても、そのフレーズを生徒さんが気に入らなければ絶対覚えないんですね。つまり、その生徒さんの好きなミュージシャンからフレーズを取ってきて、それを生徒さんが吸収するのがいいと思います。で、その時にアシストするのが先生の役目だと思います。 例えばさっっっき言たたように財布するのを手伝ったり、自分が代わりに財布したりとかそして財布した後に分析したりとかってこういうことがですねいろいろ手伝えるんですね。ですが実際にそれはそういう経験をしていないとできないのでそういうアシストすするのって簡単ななことじゃないんですね。だからそれができないからこのコードに対してスケールはこうだからはいアドリブしてみましょうっていう教え方になるんですね。 これじゃあね、絶対触れ質はね、無から生まれるわけがないんですよ。だから ABC を覚えても、はい、英語喋ってみましょうなんて言ってもできないんですよね。それは誰でもできるんですよ。ある程度の知識を身につけたら、そんなに難しいことではないんですね。このコードに対して、こういう音遣いができるっていうのは、そんなのは理論がある程度分かれば誰でもできることなんですよ。 肝心なフレージングとか言葉を教えるにはどうしても先人の演奏が必要なんですがただ個人の好みによって変わるのでそこがアドリブを教えるときにすごく難しくなってくると思いますもちろんね生徒さんがその先生の演奏が好きだったらそれはまた素晴らしいことですよなんでかってその先生のやってることをね解説できれば生徒さんはどんどん吸収していくわけですよでそれが起きるのっていうのはやはり その先生が演奏してないとそういうことにはならないですよね。なんでかっていうと、前の話と同じように、先人の演奏を吸収してないと、結局はですね、その先生もちゃんとした演奏にならないわけですよ。ということで、アドリブを教えるっていうのは必ずですね、その生徒さん自身の好み、 そして先生の好みが分かれるのでもちろん近いのが一番いいんですけども分かれたりするのでそういう時にどうやってアシストするかっていうところにかかってるんですねだから単純にフレーズ詞を覚えましょうなんていうそういう教え方もできないわけです、まあ、少し考え方を変えればジャズの演奏っていうのは個人的なスタイルとか個人的な特色が出てくるから個性豊かな演奏だっていうのが言えて、まあ、それがすごいねジャズのいいところでもあるんですけれども やはり個人の好みっていうのが大きく影響されるからアドリブを教えるのがとても難しくなるっていうことなんですね。最後に、これはよく直面するんですけれども、こういう人には教えるのは難しいなっていう、そういう話をしたいと思います。最近は多くの方が私の動画を視聴してくださって、それでコメントもつくようになりました。 ですが、そのコメントの中にですね、とんでもないコメントがあるんですね。なぜかっていうと、全然事実と違うことを言ったりするんですね。例えば、この先生は2-5-1の練習がブルースを弾く上で役に立たないと強調しているけれども、ブルースのフレーズを練習して、モードの曲や変拍子の曲が弾けないのと同じで当然すぎて、そんなこと強調しても意味がないっていうコメントがありましたけど、これね、 先人の演奏をちゃんと研究してたらこんなこと言わないんですよ。変拍子の曲で代表なのがテイクブですよね。で、これのメロディーってこれブルーススケールですよね。基本的に。しかもブルージーですよね。まあ、ある意味ブルースのフレーズですよね。まあ、これもね。 ブルーースのフレーズじゃないですかまあこれもそうだしでまあ途中からねまあこっからはねブルースのフレーズじゃないけれどもまあ割とコードトーン的なフレーズだったりしますけれどもでもその前は完全にブルースのフレーズなわけですよそしてオリジナルを聴くとこうやってワンコードになって普通にブルースのフレーズでソロが取れるんですね 今完全にブルーースのフレーズだけでアドリブしてますだから変拍子だからって言ってブルースのフレーズが使えないとかねこんなよくわかんないねコメントするわけがないんですよこれは先人の演奏をちゃんと研究してたりとかちゃんとわかってたらこんなこと絶対言わないんですよもちろんビバアップでも弾きます まあブルースとかねこうやってビーーバップからブルースに行くことでできるんですよこういう風にねできるから別にブルースのフレーズが弾けないなんてそんなこと全然ないんですねだからこんな変なコメントしないんですよそしてモードの曲も言ってましたけどモードの曲っていうのは実際にこれね評論家がねモード奏法とか言うんですけどこんなのねモード奏法ってじゃあなんだっていうことなんですよそしたらマイルスのソーはットとか聞くと普通にブルースのフレーズいっぱい出てきます 別にブルースのフレーズだけで引き切ることできるんですよ。普通に Dm7 一発だったら。っていう風にね、別にブルースだけで引き切ることできるじゃないですか。 今完全にブルースだけで演奏してます別にモードの曲でもブルースで弾けますよねでもねモード奏法っていうねこの言葉評論家とかいろんな人が言いますけどこんなのね別にねモードであろうとブルースでも弾けるんですよマイルスのソロだったりとかハービー・ハンコックのソロでもねもちろんハービーねイフラットの時にねこう こんな感じでね違うことやってたりするんですけどでもよく聞いてみるとねブルースのフレーズがねいろいろあるんですよだから先人の演奏をちゃんと聞いて勉強していればこんなこと絶対言わないんですよつまり思い込みって怖いんですよ評論家が使った言葉とかああじゃあモードだからって言ってモード奏法しなきゃじゃあモード奏法って何ですかってことになるんですよ別にキャノンボールアダレだったりとか 他の人でででも普通にビバップで演奏してたりすするんですねこうやって。でアウト行ったりするとでブルースとかこういうふうにできるんですよだから別にジョージ・コールマンのソロでも確かこういうふうに演奏してたと思います。 これマイルスのレコーディングなんですけども確かプラグドニッケルかなんかだったと思うんですけどちょっと思い出せないでね合ってるかどうかちょっとわからないですけどもでもですねこのフレーズって普通に d マイナーのフレーズをやってるわけですよだから変なね思い込みであーモード奏法だからペンタトニックで演奏しなきゃいけないだからこうやってこういうやつとかねあとトライアドペアって言われて ここういううういいいいい弾きき方もも、あるんだけけどもこういうふうにしなきゃいけななゃみたいなね。そんなことないんですよこんなん。<music> みたいなこういうのもあるんですけどトライアドペアっていってねそういうのは知識として知ってますけれどもペンタドニックだとねもうちょっとね普通型なんでこういうまあこういうのもあるけれどもあと例えばいろんなジグザグに動くパターンとかあと4つの音でねモチーフを作ってとかそういうふうに。 してやるやるるり方もあるんですけど自分はそこまで研究してないから知識としては知っているけれどもでも研究不足だしすんなり出てきて弾けるってわけじゃないので実際にそういう演奏しないんですよでもバリー・ハリスだってモードの曲やってるしどのレコーディングか忘れましたけどそうやって普通にモードの曲をやってるんですねでビブアップで普通にできるんですよこうやって。<music> こういうい感じでねだからね変なね思い込みっていうのはね持ってる人が結構いるんですけどこういう人たちってすごい教えにくいんですよ。実際にそういう人たちが書き込みしてモードの曲とかね変美容師の曲はブルースのフレーズでソロ弾けないとかね変な思い込みがあるわけですよ。それでね8分音符もね盆踊りの8分音符がよくてねイーブン寄りだったりとかね3連符の2つとイーブンの8分の 間で弾くとかねこういうのちゃんと分かってなければね、盆踊りの八分音符がスムーズでかっこいいと思ったりするわけですよ。でもね、こんなん実際にちゃんと演奏してて先人の演奏をちゃんと聴いてたらそんな風に思わないですよ。実際に分析したりとか実際に演奏がちゃんと分かってる人なんか、実はコメント見たりするとすぐ分かるんですよ。あ、この人は勉強してないなっていうのは。ここまで分かるんですよ。なんでかっていうと先人の演奏を聴いてたりとかして、そうやって分析したりとか、どういうふうにこの曲をやっていくのかっていうふうに、 してたらそんなもんすぐわかるんですよジャイアントステップスだって基本的にコードトーンだけでソロ取れます今これただ普通のセブンスコードでソロやりましたこういう感じでね別にコードトーンだけでもソロ取れるんですよ だからジャイアントステップスですらちゃんと基本的なことができればやろうと思えばこートンでソロ取れるんですよね。コ、ま、ル、あ、トレーンのアドリブを研究するとこういうね1235っていうパターンも使われてたりっていうまあそういうのでね練習したりするんですけどこういうのってちゃんとそういうのを分析してね勉強してれば普通にわかることなんですよ。だから誰、誰が言って ただ教則本がなんとかっていうそういう思い込みを持つっていうのは実はですね先生側からするとめちゃくちゃ教えにくいんですねまずそれを解かなきゃいけないから実際の演奏はこうなってるから教則本とか誰かが言ったことなんて当てにならないよって先人の演奏はこうなってるから先人の演奏をかけて実際にそうなってるでしょっていう説明をするわけですよだから前の動画でも言いましたけどジャズピアノでルートを弾いちゃいけないなんてこんなのねありえないんですよ で、それでベーシストの立場からすると、ルートを弾いてほしくないって。じゃあ、言いますけど、実際に演奏しててあなたは、こういうハーモニーを聞いた時にルートがちゃんと聞こえてますかルートが邪魔だと思いますかルートをこの辺のベースラインに弾いてて、ここのね、G の音で、このルートの音が邪魔だと思いますかおそらく邪魔なんて感じないと思います。だって、そもそもですね、 基本的なことができてなくてね、こんなハーモニー聞こえるわけないんですよ、耳なんか。だってこのハーモニーをちゃんと聞いて、ナインスが入ってるとか、しかもこれ6ね、G メジャー6を弾いててね、しかもこのね、この和声ってね、いわゆるクォータルって言うんですけど、完全ヨドの和声なんですよ。それでルートが入ってる、こういう和声なんですよ。こういう積み方があってね。 この弾き方をやってて G が邪魔だとかね、そんなん思うわけないと思いますよ。実際の経験やってて、私オルガン弾くから今日もピアニストで演奏しましたけど、一緒に。それやってて別にルート弾いたから邪魔なんて、そんなこと思わないですよ、実践の経験からすると。だから、教則本の話とか、いわゆる一般論、セッションとかで教え間とかもいるけれども、そういうね、偏った意見を聞いて、 そうなんだなって頭でっかちになったりとか思い込みってこれすごい危険なことなんですよだって実際の演奏をやってる人間からするとそれ間違ってたりするんですよいいですかバド・パウエルの演奏を聴いたらこうやって普通になってるんですよ17とかで弾いてるんですよコードを文句だってこれを否定するってことはその先人の演奏を否定するわけですよハンク・ジョーンズだってこういうようにねオープンボイシングでねルート弾いてこれ f マイナーですけど テンス弾いて、こっちでスプレッド弾いたり、よくするんですよ。ハンク・ジョーンズの演奏も YouTube とかで見れるんで、よく見てください。確かオーダーシング3はやってるのがあるかもしれないですけど、それで思いっきりそうやって弾いてます。レッド・ガーランドのボイシングだって、前に言ったようにこういう風にやって、オープンボイシングでやってて、これを弾いてるときにルートが邪魔だなんていうね、ベーシストね、言ったら。そんなの。聞こえてるんですかっていう話なんですよ、そこまで。ボイシングまで全部。この音域になってきたら、 ルートが邪魔なんて多分思わないと思うんですよね。もちろんいろんな押さえ方があるけれども f マイナーでこう。例えばね、こういう時にね、バラードとかこういうボイシング使った方がすごいどっしりするんですよ。スプレッドだし。でね、これが邪魔だなんてね、おかしすぎますよね。 いかに現場の経験がない、そして実践経験がなくてものを言っているのか、そして先人の演奏を研究してなくて、しかもその先人の演奏を研究した先人がちゃんとそういうふうにやっていて、それを否定するわけですよ。そしてね、2-5の練習をなんでおすすめしないかって言ったら、それをやりたい人はやってもいいんですよ、別に。ただね、多くの皆さんはそんなに時間ないと思います。 プロで活動しててとか、例えばそれを目指してて、本当に時間がある人、音大生だったりとか、そういう人たちは時間があるかもしれないけれども、普通なかなか時間なんて取れないですよね。そんな時間が取れない時に2-5-1の練習をしてて、それをね、機械的にね、12のキーで練習していて、じゃあ実際の曲で出てくるかと、出てこないんですよ。プロで出てくるっていう人は感覚派の人で、いわゆるスペックが高くて、それで、 聞こえたたものを弾ける人たち今日もね実際に共演者でそういう友人がいましたけどだから彼に言わせれば自分の弾いてる音をスケールとか全然把握してないで聞いたものをすぐ出てくる聞いたものを弾いてるって感覚なんですよだから当然そういう2-5-1とかって耳が慣れていればそれは出てくるわけですよ本番でもでもね多くの人が私みたいに不器用でそういう練習しても 実際の曲でで出てこないんですよつまり実際の曲でやった方がはるかに時間が短縮だし実際の曲をたくさん覚えればセッションに行けたりとか他の人とも演奏できたりとか自分の演奏できるレパートリーが増えるわけですよだから実際例を挙げて2-5-1の練習をしてもそんなに役に立たないよって言ったんですよでもねやりたい人は別にやってもいいと思いますぜひ続けてくださいそれはそして時間が経過した後に 時間がもったいなかったなって思う人が大半だと思います。それなんでそういう風に言えるかっていうと、それ自分がそう思ったからですよ。自分が大学時代にそうやって2-5-1の練習いっぱいしてて、モントゥーノもいっぱいやりましたよ、こうやって。<music> こういう感じでね、2-5-1で。もちろんいい練習にはなるけれども、でも実際の曲でやらないと、実際の曲でモントゥーノとか作っていかないと、実際の曲で出ないんですよ。アドリブだってそうだと思います。でも、 多くのジャズ教育が251で練習しましょう251のフレーズはこうですって言ってるからああ251で練習しなきゃいけないんだなってたくさんの人が思うわけですよでも曲の中に251は出てくるし他のいろんなコードに対しての状況がたくさん出てくるから曲でやったらそれで曲ができるわけですよでもね規制の教え方で「はい251で練習しましょう251全キーでやりましょう」とかそういうことがあるわけですよ でそこのレールから外れたことを言い始めたら、じゃあ一体何を練習すればいいんだっていう話になって、結局今までやってたことを考えるわけですよ。でも、その今までやってたことが否定されるのと受け入れられないから結局反発するわけですよ。でもね、私も同じようにそういう道を通ってきてるからこういうこと言えるんですよ。 すごい時間を無駄にしまして、そんなことやってたらやっぱ曲で練習した方が絶対早いし、曲でフレーズとかアイディアを出す練習してたら早いんですよ、その方が。だから、時間がないね。例えば、いろんな状況の人がいると思います。仕事やりながらジャズを一生懸命勉強してたりとか、そういう人たくさんいるんですよね。セッションに参加される方もたくさんそういう人います。ジャズが好きだから演奏してる。ジャズがうまくなりたい。だから、 いかに少ない時間で効率的な練習効果的な練習をするかって言ったらそしたらそういう無駄な時間を省いて曲で練習すればいいわけですよ。財布したりとかしてそのフレーズを実際の曲に当てはめていったりするわけですよ。 でもね、多くの教則本とかいろんな人が251で練習した方がいい、これが練習しないと曲は弾けないとかそういうこと言うわけですよ。でも曲で練習すればいいわけですよ。だからああいう動画を作ってるんですよ。自分が経験したから多くの視聴者さんにとって役に立つだろうなと思ってそういう動画を作ってるわけですよ。ということで、教則本とか評論家とかいろんなね、ジャズの教育で、 規制に教えられて、やり方から外れたからって間違ってるわけ。でも全然ないわけですよね。そして、それを正しいものだと信じ込んで、先人の演奏を聞かないで、そのことが正しいと思った。一番危険なことなんですよ。まあ、そういう人が習いに来たら、めちゃくちゃ教えにくいんですよ。なぜかっていうと、まずそれらのことを。いや、先人の人たちはこういうふうにやってたから、こうなんですよ。実際にこうなんですよって、そっから説明が始まるわけですよ。 それでそれができない先生に行ったら結局まあコピーしてて先人の演奏を吸収してて現場で演奏してる人だったらそういうのはおかしいのはすぐわかるんですけどそういう経験がない人はそういうことできないんですよだから変な教え方とかいろんな間違った情報歪んだ情報が発信されてってそれで惑わされる人がすごく増えるんですよだからジャズを教えるのって簡単じゃないんですよ 誰でもちょっとジャズができたからってジャズを教えるとかってそういうことできないんですよ。ブルースだってそうでしょ。ブルーススケールが知ってブギウギの左手のパターンが弾いてそれでブルース弾けるかってそんなことないんですよ、こうやって。で、ブルーススケールで。これもうダサいじゃないですか、これ時点で。ね、こうじゃなくて、例えば。だったらこう、ブルースのフレーズになってるけれども、普通に。 なんかブルースのスケールではいアドリブしてみましょうこれがブルースピアノです <music> こんなのブルースじゃないですよだってこれかっこ悪いんですもん普通にねこうやって <music> なんかこれだってちゃんとブルースじゃないですかこれって私これコピーから来てるんですよ全部 だからな、ブルーススケール知ったからってブルース弾けるって。だから、ジャズもね、同じようにね、ちょっとジャズの理論が知って、それでジャズがなんちゃってジャズができたからって、そんな教えられて、そういうレベルじゃないんですよ。だから、教えるのってすごい難しいんです。クラシックは譜面を使うけれども、ジャズとかっていうのは、基本的には、一番最初に言いましたけど、口伝いの音楽だから、だから、その教える人が、そういう風に学んでなければ絶対できないんですよ。でもね、それでも、書き譜で、 勉強したい人、ジャズっぽい、なんちゃってジャズを勉強したい人、それはそれでいいと思います。でもね、おそらくジャズが好きで、本当にジャズの演奏を学びたいなって思う人は、やっぱり先人の演奏で素晴らしい影響を受けた演奏をしたいわけですよね、少なからずとも。ああ、このフレーズ弾けたらかっこいいな、オスカー・ピーターそのこのフレーズ弾けたらかっこいいなとかね。私だってジミー・スミスのフレーズが弾けたらすごい嬉しかったですよ。 そういうふうにねモチベーションも上がるしね自分が好きな先人の好きなフレーズを弾けたらすっごい嬉しいわけですよだからそういう嬉しさとかそういうコピーする大切さが分かってる先生じゃないとジャズって教えられないんですよもちろんブルースもゴスペルもそうだけどもなので今までいろいろ話しましたけどジャズを教えるっていうのはこういうことがあるから難しいんです簡単じゃないです最後に興味がある人はなんですけどこちらの方にこんな分厚い本があります これはアメリカのジャズ・ペラゴジーっていうねジャズの教授法の本なんです、まあ、開いてみるとわかるけれどもここだけ分厚いしいっぱいいろいろ書いてありますビッグバンドのセッティングの仕方そしてジャズの歴史アンサンブルのセッティングの仕方そしてアーティキュレーション歌い方いろいろ書いてありますジャズを きちんと勉強してジャズの教授法を勉強するっていうのはこういうことなんですよ。私こんな風に全部勉強はしてないですけど、でもジャズの教授法のクラスは4代の時と大学院の時取りました。どうやってジャズを教えるか、そしてもし自分が大学でジャズプログラムを作るとしたらどういうプログラムを作るかとかね、クラスを作るかってそういうことをやるんですよ。そして教え方の時はどういう風にするか、そして大学院の時は講師含めて クラスメイト全員に講義をすするんですよ研究の発表とかそういう講義をするんですよね。それによってどうやってジャズを教えていくかっていうそういうのを勉強するんですよ。まあ、英語が読める方でね、このジャズの教授法について詳しく勉強したい方はこの本おすすめだと思います。実際に私これ大学では使いませんでしたけど、これいい本だなと思って買いました。DVD とかもついててね、いろんな説明があったし。 歴史に関してもある程度知ることができるしいろいろジャズに関して総合的に知ることができるのですごくいいかなと思いますつまりこれだけの情報量があるのにちょこっとだけなんちゃってジャズができたからってすぐ教えられるような音楽じゃないんですよ まあ、ということでね、今回はジャズを教える難しさについていろいろお話ししました。そして、ジャズが大好きで、ジャズを勉強したい、ジャズを演奏したい、少しでもかっこいいジャズが弾けるようになりたいっていう、そういう人がね、たくさんいるのは知ってます。セッションとかであって、本当に真面目な人一生懸命やってて、会社勤めでもね、帰りにね、セッションに参加したりとかね、本当にそういう人いっぱいいます。それはジャズが好きだからなんですよ。でね、その時にね、 やはり教える立場からするとね、みんな頑張ってほしいんですよ。一緒にね、レベル関係なく楽しめるし、ジャズっていうのは。そして、なんかいろんな話もできるしね。ジャズが好きだからこそ、そういうセッションに参加してね、一緒にね、共演したりってするわけですよ。で、それが日本のジャズ界にとってすごく素晴らしいことじゃないですか。でもね、そういうことがわからなくてね、自分のエゴでね、ジャズがちょっと弾けるから生徒さんにジャズを教えようなんてね、こういう人に習ったらね、 そのジャズは本格的に勉強したい人が時間とお金を相当失うわけですよ。だから前回のその習ってはいけない先生を出したんです。なんでかっていうと、ジャズに関わる人、ジャズを聴く人、ジャズを演奏する人、別にプロとかまあ全然関係なくてね、これみんなジャズのコミュニティの人たちじゃないですか。ジャズシーンの中でね。でね、ジャズって衰退してるわけですよ。ジャズシーンってどこでも衰退してるわけですよ。 日本でもそうだしヨーロッパなんかもっとひどいけどヨーロッパもそうだしアメリカもでもそういったねコミュニティがあってそれでみんなが盛り上がっていければより良いジャズシーンができるじゃないですかだから変な教え方で教えてるそういうジャズの素晴らしさとかジャズのむ教える難しさを知らない人に捕まっておかしくなるのを避けてほしいなと思ったいうな動画を出したんですね。 で、今回はその続編でジャズっていうのはそんなに簡単に教えられるもんじゃないよっていうのを実際にねお話ししてお伝えしたいと思いましたということで今日もご視聴ありがとうございますぜひね皆さんもそのジャズのね好きなね気持ちそれをね大事にしてね先人の素晴らしい演奏を聴いてそこから吸収したりとか聞くだけでもいいですからねとにかくたくさん聞く そしてジャズに触れるライブに行ったりとか、まあ、ライブ配信とかも最近あるからライブ配信見たりとかってそういう楽しみ方いっぱいあると思うんですよ。ジャズとともにねいい人生が送れればいいんじゃないかなと思ってます。それでは次回またお会いしましょう